皆さんこんばんは、永石匠です。前回に引き続き今日も、15分の遅刻でございます。皆さん申し訳ありません。ギリご帰宅間に合うかと思ったんですけど、間に合いませんでした。皆さん本日いかがお過ごしでしたでしょうか。2024年4月1日ということで、本日から2024年度新年度の始まりになりましたね。なんか数日前から天気も良くなって暖かくなりましたけども、皆さんがお住まいの地域ではもう桜が咲いていたりもするんでしょうか。今日僕はお仕事だったんですけれども、行く道すがらにもですね、結構桜が咲いてるのが見えて、まだ満開とかは先なのかな、わかんないけど、桜の綺麗な道がちょうどお仕事に向かっていく最中にあってですね、ちょっと気持ちよかったりもしましたが、お花見の予定とか皆さんはあるんでしょうかね。お花見とかもしたいですね。ゆうさん、みくたんさん、あゆみさん、うみかなさん、リナックスさん、こんばんは。いつもありがとうございます。みくたさん、今帰ってるとこです。お疲れ様です。今日からね、また週も新しく始まりましたんで、頑張っていきましょう。うみかなさん、桜一分咲きでした。やっぱまだ咲き始めなんだね。ここからどんどん花が開いていくんでしょうか。でもなんかまた数日経つと都内は雨が降るみたいで、気温はそんなに下がんないから大丈夫かなとも思うんだけども、お花見シーズンがちゃんと来てくれるといいですね。ゆうさん、新年度一発目、決算月初で屍です早速お疲れ様です。大変でしたね。結局この時期はね、どのお仕事も忙しいんだよな。僕は今ですね、あんまり SNS とかでは言ってないんだけど、アサルトリリーの生演奏バンドライブ、リリースクランブルの演出を担当しておりまして、それがもうあと半月ぐらいで開幕となりますので、絶賛その準備に奔走しております。今日もバンドのリハーサルに、入ってたんだけれども、やっぱ生バンドはいいですね。僕はバンド好きとして、中学生ぐらいの頃から好きなバンドのライブとかにちょくちょく足を運んだりもしていましたけれども、やっぱこう生音のバンド演奏を聞くと非常にそれだけでテンションが上がりますね。また曲もいいから非常に楽しいライブになるんじゃないかなと思っております。非常に責任重大なんでね、演出という立場で一生懸命頑張りたいと思います。あゆみさん、昨日出勤だったので今日はお休みでした。明日一日遅れで転勤してきた人と初めましてします。おー、そっか、こう一緒に仕事するメンバーが変わるみたいなこともこの時期はあるあるですね。皆さんの新しい、なんていうんですか、新しい新年度がいつから始まるのか、今日からの人もいるでしょうし、明日からの人もいるでしょうし、学校通ってる人たちとかはもうちょっと先なのかな、新学期は。わかりませんけども、皆さんがね、いいスタートを切れるように僕も応援してますので、みんなで頑張っていきましょう。さあ、ということで、本日のメイントピックでございます。今朝じゃないかお昼お昼に X の方で告知させていただきましたけれども、本日付に、4月1日をもちまして、
私永石匠はですね、株式会社若菜エージェンシーさんと、業務提携をさせていただくことになりました。パチ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 。業務提携ということで、私は過去2社、芸能事務所に所属していたことがありますけれども、その時とは違って今回は本所属ではなく業務提携という形になりました。過去ですね、タンバリンアーティストさんと、そして ISM エンターテイメントさん所属していましたけれども、どちらもこう自分の舞台上でのパフォーマンス、まあ、演技を見てもらってマネージャーさんに声をかけていただくというような感じだったんですけど、今回もそういう感じでして、僕の出演作を見てくださったマネージャーさんが、コンタクト取ってくれて、で、まあいろいろこうお話を重ねていったわけなんですけれども、ありがたいですね。自分の演技を見てもらって一緒にやらないかと言ってもらえるということはですね、本当に誰もがキャッチできるご縁ではないと思うので、本当恵まれてるなと、見つけていただいてありがとうございますという感じなんですけれども、僕にとって一番こう活動していく上で一番大事なものは何なのかというようなことをですね、マネージャーさんとも話しながら僕自身も見つめ直していくという、期間でした。このディスカッションの期間というのは、まあ、やっぱりフリーランスだと360度自由なので、あんまりこう自分にとって何が大事なのかっていうことをね、突き詰めて考えるってことはそこまで多くなかったりしたんですよ、僕は。去年1年間とにかく何でもやれる楽しさを謳歌してたんですけど、まあ1年と経たないうちにまた別のところからお声かけをこうしていただいて、別の組織とご一緒させていただくっていうことで、自分にとってこう譲れないものとか、これだけは、やっていきたいっていうことって何なんだろうというようなことを、考えていた時にですね、やっぱこうして配信とかを去年1年間でねいっぱいやっていったこととか、音楽をねこんなもう笑っちゃうようなクオリティの音楽ですけれども、作ってみんなに聴いてもらって一緒に盛り上がって、まあ、とにかくみんなとこうやって楽しい時間を作っていく、みんなに今声を届けたいなと思った時いつでも届けられる、イベントを企画したり永石匠フェスみたいなことをやったりっていうような、このみんなとの距離感っていうものを結構今までは、事務所に所属するってなった時に大きくその距離感が空いちゃったりとかっていうことがあって、僕もこう他の関係者の方々と足並みを揃えなきゃいけないみたいなことがありがたくもあったし、難しくもあったという部分がまあありまして、でやっぱり去年1年間みんなとこう近い場所でね一緒に楽しい時間をたくさん過ごして、これはなんか手放したくないなと、みんなと一緒に人生を過ごしている実感みたいなものをちゃんと感じながらお仕事をしていきたいなというような部分はたくさん僕も話をさせていただいて、
で、しっかりと理解してくださって、その上で今回、まあ、主に映像分野のお仕事などを、アシストしていただくというような形での業務提携というのをご提案いただいて、本当に、僕の大事なこととか、これを失いたくないなっていう部分とかを尊重してくださって、非常にありがたいなと思っております。すでにいろいろ実は挑戦させていただいていて、オーディションとかもたくさん受けさせていただいている状態ではありまして、まあそんな簡単に何かが決まるものではないのであれなんですけど、結構今までこんなに高頻度でいろんなオーディション受けさせてもらったこともなかったので、なんかフリーだとね、オーディションなんか受けることないからさ、すごいたくさん今まで出会ったことのなかったお仕事に、別に全然まだ決まってないからあれなんだけど、チャレンジをさせてもらえてありがたいです。良い環境になっていってるなという感覚がありますね。なので、皆さん的にはマジで何も変わらないと思います。相変わらずその今ね画面に出てますけども、T ジェネさんとかジンロ TLPT とか、PS 企画とかそういったものとは変わらず、僕自身を窓口としてお仕事をしていきますし、時々若菜エージェンシーの方から舞台のお仕事もいただくことがありそうではあるんですが、それはそっち管轄のマネージメントになるというぐらいなもので、皆さんから見えてるものは全然変わんないと思いますし、今まで出ていた舞台に出られなくなったりとかそういうことはないかなと思いますし、長石武フェスをはじめ僕発信のイベントみたいなものも、全く特に制約なくやっていけますので、皆さん的に変わることはたった一つです。何だと思いますか？はい、クイズです。新たに業務提携が決まった長石匠ファンの皆さんから、したらほぼ何も変わらないことになりますが、唯一変わることがございます。それ何でしょうか？はい、シンキングタイムスタート。ちょっと待ちます。待ってる間に僕はちょっと飲み物飲みます。お手紙をくれる、お手紙の送り先、ファンレターが事務所に送れる、ファンレターを送れます。すごいね皆さん、正解です。唯一変わることは、業務提携の事務所ができたので、皆さんからの、お手紙贈り物の類をいつでも受け付けることができます。これだけが皆さんから見て変わるところです。なので、もしもそういう場所があったらいいなと去年1年間思っていてくださった方は、今後はですね、会社の方に送っていただけると私の元に届きます。それをキャッチするタイミングはその時々だとは思うんですが、まあそんなにラグも開かず取りに行けるかなと思いますので、皆さん、月に
一通送ってください。お願いします。みんなからの月報をお待ちしておりますので。もう唯一変わるのがこれだけっていうのがいいですね。なんか本当に恵まれてますよ。ポジティブなことしかないもんね。だったら今ここに宛先を出せよって感じなんだけど、ちょっと行き届かなくてすいません。追って X の方にも宛先を載せたいと思いますので、皆さんが1ヶ月あったことを手紙に書き連ねて送ってください。意外とさ、やっぱりこう劇場とかで渡してくれるお手紙はね、まあそりゃそうだろうって感じなんだけど、たくさんね作品の感想とかを書いてくださるじゃないですか。それがね本当に毎回ありがたくて、僕は劇場を出る前に絶対その日にいただいたお手紙を読んでから帰りたい派なんですけど、今年はね舞台の本数もそんなに多くなさそうだから、現状まあここからボカスが入ってくる可能性もあるんだけど、今んとこそんなに多くないという見込みなので、皆さんからのお手紙、なんか最近こんなことして遊びましたみたいなことでもいいですから、なのでまあこっから先は僕が頑張ることなんだけど、オーディションとかもいろいろご案内していただいているので、何かが引っかかれば今までとは違った媒体で皆さんにお会いできることもあるかも分かりません。ちょっと頑張ります。新しい環境ですね本当に。まあこの年齢にしてお声がかかるというのも本当ありがたいことですよ。もうこっから先はのんびりとフリーランスでやっていくもんなんだろうなと去年の頭からずっと思っていたので、引っ張り上げていただいて、ちゃんと働きでねお返ししないとなと思っておりますけれども、それは皆さんに対してももちろんそうですし、僕のようなもんを見つけていただいてこうやってね配信にも遊びに来てもらってありがたい限りです。4月20、21人の TLPT システムトランスミッション、こちらがですね、今日ツイートポストが出ていましたが、千秋楽公演のチケットが残りわずかということで、私も千秋楽公演出演しておりますので、ぜひ、チェックしていただければと思います。そして4月29日 TGN ステージ囚われた5人、こちらが今日の18時から日替わりゲストのソロショットチェキの事前販売が始まりました。私ソロショットチェキを皆さんにお届けします。欲しいぞという方ぜひとも、こちらがですね当日販売なし、今日から1週間限定の事前受付となってますので、
長井市のソロショットチェキ欲しいぞという方はお忘れなくお申し込みいただければと思います。そして、5月11と書いてありますけれども、この辺何があるんでしょうか。何があるんでしょうかということにさせておいてください。これは僕はね、配信ではもう明けすけに、言いますが、何もない可能性もまだあるんです。はい、何もない可能性もまだあります。何かがあるということはいつ決まるのかもまだ分かっておりません。だけど、そういうレベルの情報も出しちゃうのが長井匠の生配信ということで本当に優しいんだか無責任なんだか分かりませんけれども、ここはよく分からない日ということで。でも今決まってないことが全部決まったら、この日はとんでもない日になりそうだからうん、なんかね、開けといてとも違うんだよな。開けといてとかでもないの、もはや。まあ、あんまり今掘り下げないでおこう。5月22日から26日、劇団外組神谷ミュージックホール、浅草急激にて行われます。こちらも、チケットの方がだいぶ、おかげさまで、埋まってきているみたいな、お知らせが出ていました。具体的な数字はちょっと僕は存じ上げないんですけれども、まだちょっと、悩んでるなという方は、予定とにらめっこしていただくといいかなと思います。そして丸1ヶ月空きまして、6月ずったんひょったんザステージということで、隅田パークことの葉以来のずったんひょったんが隅田パークまで行くというのが、そもそもちょっとおもろいよねもうそれだけでちょっとなんか笑えちゃうんだけど、で、6月ぐらいにちょっとまた、軽イベントやりたいなと画策しております。これはまだ頭の中になんとなくあるだけなんですけど、6月あたりちょっとこう軽いイベントをやりたい気持ちに多分6月の僕はなってるだろうなと思うので、どこかでやりたいなって思ってます。でもこの間配信で聞いたら、土日派が多かったので、日曜派が多かったね。まあなるべく週末になるのかなと思いますけども、あゆみさん、チェキ忘れないうちにお申し込みしました。ありがとうございます。ソロチェキぜひ皆さん、お申し込みしてください。まだね、そのチェキの素材を撮影してないから、どういう感じのチェキになるか僕も全然わかんないんだけど、ビジュアルなのか私服なのかもちょっとわかんないですけど、ミクタンさん、5月11とりあえず開けておいて、何もなかったらお家の掃除しますありがとう、有意義に過ごしてくれて。でももしかしたら、いやーちょっとこれ言い方が難しいな。みんなちなみに5月11もそんな、5月12は忙しい変な聞き方。リナックスさん、予定開けておけるかありがたいです開けておく価値があるかどうかちょっとね、あれなんですけども、キーさん早めのお知らせ嬉しいです。
まあ、曖昧なんだけどね、まだ。リナックスさん、亡くなったら亡くなったって言ってくれるのかな。あ、言います。その生配信とかで言うと思う。ごめん、ちょっとメールチェックしてました。ルデールさん、舞台に持っていくとどうなるのか。ずったんひょったんの話かな。いや、どうなっちゃうんだろう、本当に。なんか、その、成立すんのかな。怖すぎるんだけど。本当、地獄みたいな時間になったらどうしよう。いや、でも、マジで死ぬ気で面白くしないとね。日替わりゲストで怖いと思うべきなのか、一回きりで終われるから良かったと思うべきなのか分かんないけど。ちいさん、6月楽しみです。海川さん、6月イベントしてほしいですね。いや、僕も多分ね、やりたくなると思うんだよな。ちょっとこの予定をパラパラ見ているに、最近ちょっとこう、今まで行ったことなかった会場とかを下見させてもらったりとかしてて、まあ長い下組フェスとかやってみた結果、だいたいこれぐらいの人数の人が来てくれるんだなみたいなことが分かったので、まあだいたいこのくらいの規模感でやってもいいなとか、そんなことも分かってくれました。リナックさん、12日も開けておく。ミクタンさん、忙しくない。あゆみさん、12日休みだったら友達とお出かけ予定だったんだけど、たくみくん優勝許してくれるはず。いや、12日はね、なんて言うんだろう、12日何もないんですけど、マジで。でもちょっと11日の疲れが12日にその影響を与える可能性があるとだけ言っておくね。どう、何させる気なの。12日はみんなが予定あっても、その、大丈夫なんだけど、みんなの体力が心配だなっていう。ええ。ちょっと、なるべく早くいろいろお知らせできるようにするんで。7月15日は書いてないけど、亡くなったわけじゃないですよね。あれ、7月15日は、あ、ごめんなさい。7月15書いてないや。7月15日は、絶対に開けといてください。俺が、自分のカレンダーに書いてなかった。7月15。7月15は絶対に開けといてください。そんな感じで、そっか、7月15もあるから、6月イベントやったら、なんかこう月1みたいな感じでやれていいですね。あゆみさん、運動会でもやる気ですか。みんなに、みんなに運動をさせるわけではないんだけど。でもすごくみんなは、大変かもしれない。だから、511は、正直、そんなみんな無理についてこなくても大丈夫。6月は、ゆるっとイベントを
やろうかなって今ぼやんと思ってるので、もし会えたらラッキーだなって感じ。7月15は絶対に開けといてください。ミクタンさん7月15は絶対開ける。チーさん7月15了解です、ありがとうございます。ユウさん7月15誕生日、わーい、おーやりましたね。その日は僕に会いに来るということでお願いします。あゆみさん海の日、そうです、月曜ですが海の日で祝日なので、カレンダー通りの方はお仕事お休みなのかなと思います。祝日は仕事が忙しいという方もいるかと思うので、そういう方はちょっと今からすいません7月15なんですけどちょっと風邪ひいちゃってって言っといてください。ちいさんなるほどそれで月報確かに今月はこのイベント見れましたみたいな、いやそしたらイベント会場で渡せるよね。イベントの感想を会社に送ってもらえばいいか ミクタンさんスケジュールなんて書いていいか分かんないからとりあえず長石って書いておきました、ありがとうございます。皆さんの予定表を長石で埋め尽くしたいですねえー、12月25から29ですね。そしてここは、2024、すごいね、ここが先に決まるってすごいですね。2024最後の出演作におそらくここがなるんでしょう。4日間舞台ですね。間がまだこう空いてるとこも多くて、でも僕らにはねスケジュールが空いてる時のキラーカード毎日配信っていうのがありますのでそうですよ皆さん、舞台がない月の方がみんなは忙しいからね毎日配信やっちゃう可能性あるから、舞台入ってる月はねさすがにちょっと本番のためにちょっといろいろチャージしないといけないから、なかなか毎日配信とまではいかないかもしれないけど、この月舞台ありませんねってなったら毎日配信とか入れちゃう可能性ある。ほんとまあそんな感じで業務提携決まりましたけれども、2023と何ら変わることなく皆さんと一緒に楽しい日々を楽しくて、時々しんどい日々を過ごしていく予定ですので、皆さんも体力を温存しながらですね楽しく過ごしていきたいなと思います。リナックさん舞台行きたいけど毎日配信も捨てがたいそうね、まあでもこの投資はどっかでやれんじゃないかなっていう気がしてます。ちょっとね言ってもまだ各月それなりにこう協議中って感じなので、でまあねその業務提携始めた感じで急遽でねお仕事が入ってくることも可能性もあるので、あゆみさん今年は毎日配信が何月にあるのか本当ですね、去年6月か6月にやったよね。で6月の毎日配信の最終日に長石匠フェスを告知したわけですけど、あれも本当毎日配信始めた時は決めてなかったんですよやるって。毎日配信やり始めてからなんかうわもっとこうみんなにホットな何かを提供したいって気持ちになってコンパスレコーディングすることを決めて、でレコーディングするなら
もう一曲やりたいと思ってレネゲードっていう曲を新しく作ってレコーディングをして、でこの2曲のレコーディングができたからなんか自分の中でも吹っ切れて、今までの曲も撮ろう、そしたら CD 作ろう、そしたらみんなにそれを披露する場所を作ろうってなって、長い下にフェスを思いついて、毎日配信の最終日にそれをみんなにこう告知しようっていうことにどんどんこうトントン拍子になっていたので、あのね、毎日配信はすごいエネルギーを持ってるんですよ毎日みんなに向けて話してると、あれもやりたいな、これもやりたいなっていう気持ちがどんどん出てくるから、僕もね、毎年やれるかは分かんないけど、やれるなってタイミングがあったらやっていきたいですね。ミキタさん、とりあえずレターセットといいペン買おうありがとうございます。皆さんのお気に入りのね、封筒便箋とお気に入りのペンでぜひとも書いていただきたいと思います。ルデルさん、その次の雨好きやな、ありがとうございます。今後ろで流れてますね、その次の雨の日のために。音楽もね、細々とこま、なんかちまちまとやっておりますけど、なんかいつかちゃんと人に習ってワンランクレベルアップしたいなと思ったりもしますね。絶対こういろんなことできた方がさ、何だって楽しいから、今のスキルのまんまこう毎回頭抱えながらやるのも全然楽しいんだけど、もう一個二個スキルを身につけてね、なんか幼児から言葉話せるぐらいの状態にはなっておきたいですね。ちいさん、去年の毎日配信も楽しかったのでゆるくお待ちしてますありがとうございます。マジでさ、みんなが毎日ちゃんと駆けつけてくれて嬉しかったな。僕は自分のスケジュールを縫ってね、ある日は夕方、ある日は夜遅くとかやってたわけですけども、視聴者こうリアルタイム視聴者0人っていう日が一回もなかったからね。例えばさ、一人だけとかだったらマジでその人と1対1で喋るだけの生配信になるわけじゃん。ありがとうございます A さん、今日はあなただけですみたいな、2人で話しましょうみたいな生配信になる可能性だったとし、僕のね、まあ、みんなの画面もそうだと思うけど、何人が視聴中って見えるわけですよ。でここに0人って出てたら、今んとこね、リアルタイムで見てるって人いないですけども、皆さんアーカイブで聞いてくれてますかみたいな、僕は今日こんな風に過ごしてますみたいなのを喋るだけの配信になる可能性も全然あって、僕それでもいいなって全然思ってたんですよ。どうせアーカイブでね、聞いてもらって楽しく過ごしてもらえればいいと思ってたんで。でもそういう回が一回もなくて、少ない回でもね、片手プラスアルファぐらいの人数はいてくれてて嬉しかったですね。もっとこういろいろね、エピソードトークじゃないけど面白い話用意しなきゃなーなんて僕も思わされましたね。でもほんと毎日配信やってる時はふと外歩いてても、あ、この話配信でできるなとか、もうそういうアンテナになってる。プロのラジオの人とかってそういうアンテナばっかりなんだろうね。芸人さんとかと喋っててもさ、なんか忙しい時でもエピソードトークを探しに飲み会とか行くっていう話をよくしてて、そういうアンテナなんだなって、こう仕事のためにね、仕事で面白い話をするためにちょっとこう体しんどくても飲み会呼ばれたら行くとか、そういうの見習わなきゃなと思いました。こうアンテナ張ってね、仕入れていく。しかもこうその後にさ、
こんな楽しいことがあったっていう体験をした後にそれをみんなに話すために順序を組み立てたりするわけじゃん、頭の中で。何気なくテレビとかラジオ YouTube とかで芸人さんの話とか聞いてるけど、ちゃんとこう研究と努力があるんだろうなと思うと、どんな仕事も本当にリスペクトですよね。リナックスさん、この前釣り石さんバッグにつけしたら気づいたら真っ二つに割れてました。グッズ販売期間中だったのが不幸中の幸い。ちょうど昨日ね、3月31日で、販売を終了させていただきましたが、3月いっぱいまで過去グッズの販売を、通信販売を行っていました。駆け込みで購入してくださった方もいたみたいで、無事に販売を終了させていただきましてありがとうございました。長い下組フェスのために作ったグッズ、CD ですとか、釣り石、アクリルキーホルダーですねとか、まあブロマイドとかっていうのは次回のフェスに回したいと思ってるんですけど、フォトブック長旅と2020のイベントブロマイドに関してはこれにて完全終売ということで、皆さんありがとうございます。今手元に持ってくださってる皆さん、もう今後誰の手にも入りませんので、それは、不要になるその時まで持っといていただいて、不要になったら、お捨てになるなりメルカリに出すなりしていただければと思います。あゆみさん、お気に入りのお店教えてくれたりクイズやったりしましたね。懐かしいな。昔演じた役の役名思い出せクイズ面白かったね。全然わかんなかったな。みんながさ、自宅の過去のパンフとか漁ってくれたりして俺全然覚えてなかったな。ニクタンさん、釣り石さんケース入れましょう。ロフトで可愛いケース売ってました。定期的に出るこのアクリルキーホルダーケースの話題ね。ぜひとも皆さん、いろんなやり方で保管していただけたらと思います。Cさん、駆け込みました。イベントで買えなかったのでありがたかったです。ありがとうございます。結構ね、また通販してくださいという声がね、僕のところにも届いてきてまして、それで通販を決心したんですが、皆さんお買い求めいただけてやってよかったなと思いました。グッズもね、お写真とか素敵に撮っていただいて、僕も結構お気に入りのグッズだったので、一人でも多くの方に手に取っていただけて非常に嬉しいでございました。気づけば日付が変わって4月2日になりまして、もうどんどんね、2024年度が先に進んでいくわけですけれども、僕もね、春から環境がまあそんなにガラッと変わったわけじゃないけど、ちょっとだけお仕事の幅が広がって、今月はトランスミッションの準備しながら、リリースクランブルの準備しながら、囚われた5人の準備しながらということで、実はですね、露出が少ない割に4月はなかなかハードな1ヶ月になりそうなんですけれども、毎日僕は泡吹いてますけどもでもやっぱりこうやってみんなと喋る時間がですね、非常にリラックスタイムになってますので、また配信やらせてください。
みんなも、新しく環境が変わってね、4月から仲良くしてた人が今年度からいないとか、知らない人と一緒に仕事しなきゃいけないとか、新しい場所でやんなきゃいけないとか、今までのやり方と全然変わっちゃうとか、いろんな、なんかね、不安定なことが、向こう3ヶ月ぐらいは、あると思うんですよ、毎年、春って。なのでですね、僕の配信来ていただいて、コメント書いていただいてもいいですし、イベント遊びに来ていただいて、顔見せていただいてもいいですし、事務所に月報を送っていただいて皆さんの近況を聞かせていただいてもいいですし、皆さんの元気の源になっていられたら幸いでございます。なので、僕もですね、遠慮なく皆さんに、寄りかからせていただこうと思いますので、こうして話し相手にいつもなってくれてありがとうございます。ミクタさん、やらせてくれなんて滅相もない。聞かせてください。いつでもありがとうございます。皆さんがね、そういうスタンスでいてくれることによって僕も気軽に生配信を企画し、そして気軽に15分遅刻するというですね。いや、気軽に遅刻してるわけじゃないんだけど。15分遅れます、ごめんって言えるぐらいの感じでやれてるからこそ、突発思いつきで、頻繁に頻度高くできるということもございまして。これが、いや、もしかしたらちょっと11時間に合わない可能性はギリあるなって思うと、じゃあ今日はやめとくかになっちゃうから、でもやっぱね、そう、12時過ぎに配信始めますはちょっと僕的にあんまり、今んとこね、ちょっとあんまりかなっていう気持ちなので、まあ基本、11時スタート、遅くても。で、その日のスケジュールとかによっては、もうちょっと早い時間だったり、っていう感じで、やっていきたいなと思っております。相変わらず、これぐらいぼやっとした、先々のスケジュールを、小出しにしていきますので、皆さん、長石匠の今後の動きは生配信でチェックしていただくのが多分、一番、早い情報がね、ここに来るかなと思いますんで。ぜひ頻繁にチェックしてください。あゆみさん、配信あると頑張れるので、いつでも待ってます。お知らせなくても、ゲリラでもかかってこい。ありがとう。本当に、ゲリラも、可能性ありますし、まあ、過去にもね、やったこともありますし。ダメだ、みんな、話そうぜという時は、ゲリラの可能性があります。もう無理だ聞いてくれという時もありますし、信じられないほど機嫌が良くてね、聞いてという時もあります。でもまあ事前告知してなかったとしても、なるべくなら10分後配信始めますとかでもいいから言いたいね。ゲリラでやる楽しさもあるんだけど、みかなさん、たくみさんは私の元気の源です。ありがとうございます。こちらこそです。本当に何か台本読んだりとかさ、ビジュアル撮影でこう撮影してたりとかして、あ、今回結構みんな好きそうだなとか思うと、なんかそれだけで嬉しかったりするんだよね。作品がどうとか、役が大きい小さいとかっていうよりも、あ、これ結構
いつもね、配信とか来てくれるみんな、あ、結構みんな好きそうなやつだな、とか思えると、やっぱ嬉しかったりするし、僕もやっぱみんなが、どう思ってるかっていうのが結構大きな基準になってるなと思いますね。YouTube もさ、まあ、生配信、主に生配信っていう感じでやってるけど、僕今さ、チャンネル登録者数が、500ちょいいるんですね。で、これが、チャンネル登録者数が500ちょいいってて、さらに、過去1年間での視聴時間が、何時間だっけ？ 3000 時間か。3000時間を超えると、ちょっとこうチャンネルとして1個ランクが上がるんですよ。で、ランクが上がると何ができるかっていうと、メンバーシップ制度っていうのができて、なのでこれがなんかこう月額みたいな感じになるんだけど、みんな、なんか、なんだろう、軽ファンクラブみたいな感じのができるんですよ。で、メンバーのみんなにしか見せれない動画とか生配信とかができたりするのね。で、あとは生配信にスーパーチャットが送れたりとかするんだけど、なんかさ、もしそれが実現したら、実写動画とかね、YouTube、なんか僕がそれこそ旅行が好きだから、旅行行ってるとこカメラ回して、まあ、Vlog じゃないけどさ、編集してとかいうのを、そのメンバーシップの動画に上げたりとか、メンバーシップ限定の生配信は、カメラ付きでこう顔見える状態でやるとかさ、そういうこともまあできるじゃないですか。なんかそんなもありかなとか思ったりして。やっぱこう生配信やってるのがすごい楽しいので、みんなとのいろんな楽しみ方を模索していきたいなと思っている今年度でございます。まあ、映像の仕事をね、業務提携していくことになったから、無料の YouTube に自社動画ぼかすか載せるのもちょっとなんか、様子見かなって感じはしてるので、やるとしたら、そのメンバーシップできたらかなとか思ってるんですけど、まあ、夢はいろんな方向に広がりますね。リナックスさん、配信はいつでも嬉しい。ありがとうございます。突然始まるかもしれませんが、ぜひお付き合いください。ちいさん、声聞くと元気が出るのでいつでもお待ちしてます。ありがとうございます。僕も本当、お仕事で、まあ、外でね、お仕事してきて、今日もそうだったんだけど、うわーって脳がパーってなった時に、一回こう生配信でみんなと話して、リラックスして、一回ちょっとこう脳を換気するみたいな時間があることがマジで大事なんですよ。僕、タバコ吸わないんですね。非喫煙者なんですけど。で、お酒飲む時もあるけど、家で晩酌ってしないんですね。だからこう、お家に帰ってきてからのリラックスルーティーンみたいなのがあんまなくて、最近この月に何回かやる生配信がね、それになってきてるなって思いました。仕事で結構こういろいろ考えることが溜まってきたなってなってきたら、それが結構新しいことを考えるためのブレーキになっちゃったりするのよね。考えることがどんどん詰まってきて、
で、一回生配信して、みんなと一緒に先々の予定を確認して、最近こんなことあったね、みたいな話もしたりとかしながら。そうするとちょっとこう脳が、整理されるというか、リラックスできるね。脳がリラックスで思い出したけどさ、皆さん寝つきいいですか？俺ほんと寝つき悪くて、まあ、よくこの話するからさ、みんなもうご存知だと思うんですけど、本当に寝つき悪くて、で起きる時もスコーンと起きれないんですよ。なんかもう朝体を起こして、あとしばらくこうぼーっとしたまま過ごすみたいな。でね、まあお風呂にゆっくり浸かるとか、枕をちょっといいものにするとかで、なんか素敵な寝巻きとかをプレゼントしていただいたりとかもしたもんで、そんなもんいろいろ試しながらなんですけど、コンビニでさ、睡眠の質改善みたいな、なんかそういうタブレットがあって、タブレットサプリメントがあって、まあまあ気休めかなとか思いながら飲んでみたら、なんかね、意外と良かったのよ。それがなんかそいつのせいなのか、たまたま自分の中でそういうルーティーンだったのか分かんないんだけど、なんかそれ飲んだ時結構なんだろう、途中覚醒とかもなくちゃんと朝まで寝れたの。なんかそういうのも今後試してみようかなとか思いました。上手に寝るコツがある方教えてください、ぜひとも。リラックスさん、メンバーシップのために日々お仕事のお供にアーカイブ聞きまくりますね。ありがとうございます。でもなかなかやっぱね、過去1年間ってやっぱなかなか、全部の累計だったらまだね違ったんだろうけど、で俺もやっぱさ、新しい曲とかを出す時しか動画出してないから、まあ一回長くても5分じゃないですか。で今ね見てみたら、今1572なのね。ってことだと1428でしょ。1428時間ってことは85,680分なのよ。これを一曲5分だとしたら、17,000曲ぐらいあと上げなきゃいけない。あと17,000曲みんなに聞いてもらわなきゃいけない。まあ、なかなか遠い道のりですわ。まあ、なのでみんなにそんな必死こいでいただく必要はないです。なんかの弾みでなんかの弾みでそうなったら楽しいねみたいなぐらいのことにしておきましょう。これがね、なんかあと100時間ぐらいとかだったら、なんかみんなで頑張ろっかって感じになるけど、さすがに遠すぎるからなんかそんなそこにカロリー使うのやめましょう。僕らはねのんびりやっていこう。
例えばさ、この間の舞台4の時みたいにね、出演者が4人しかいませんみたいな時にさ、でも絶対作品が面白いのは、ごめんみんな見てないから分かんないだろうけど、先に稽古してる僕らは知っててみたいな、ごめんけどみんなちょっと頑張っていっぱい見に来て絶対楽しいからみたいなことは時々言うかもしんないけど、配信の再生時間3000時間生かすためにみんな頑張ってくれとかはちょっとさすがにそんな気持ちにはなれないわ。なのでそんな目標は特に意識せずのんびりのんびり配信やっていきましょう。3000時間のために今日から4月毎日配信するしかと思ったけど、たくみくん忙しくて泡吹くどころじゃなくなっちゃう。確かに。しかも毎日配信したらさ、結構1回1回の尺短くなりそうだしね。Cさん、配信がリラックスタイムになっているのは嬉しいです。ウィンウィンですね。いやー本当にみんなも楽しんでくれてる声をさ聞かせてくれるじゃないですか。マジで僕もなんだろう、こんな言い方していいのか分かんないけど、なんか全然義務感と思ってやってないし、なんか無理せずにやってるんですよ。なんか本当 いつでも毎日配信やれちゃうなって思ってるぐらいだけど、みんなが配信嬉しいですって言ってくれるからさ、結構昔より頻度増えてるじゃないですか。通常配信もついついやりたくなっちゃうんですよね。ミキタさん1万7000。読み方さん、のんびりみんなで3000時間超えたらいいですね。ね、なんかこうやってのんびりのんびりさ、配信してるのがちょっとずつ積み重なってって。だ数字も、なんか初めて、この、こういう線引きがあるんだってのを見つけたとき、まだ1200とかだったのが、じわ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 増えてて、今ここまで来てるからね。もう半分折り返して。のんびりのんびりやせたら、もしかしたら来年とかには行くかもしれないね。あゆみさん、寝るの大好きだけど朝苦手で起きられないですね。俺も寝るのは好きなんだけどさ、寝始めてから全然寝れないんだよな。寝ようと思って横になってからいつまでもなんか全然眠くならないみたいな。日中は眠いんだけどね、不思議だね。気づけば、配信開始から1時間が経過しております。先々の予定もいろいろまたお話ししましたけれども、なんといっても新しく若田エージェンシーに、お世話になることになりまして、まあ、業務提携という形なので、相変わらず僕は、一応フリーランスということではございます。フリーランスで俳優をやっていて、一部業務のみ、提携しているという形になりますけれども、新たに仲間が増えて、皆さんにも素敵な時間を提供する機会がきっと増えていくと思うので、ぜひとも皆さんもそれを糧にですね、元気に過ごしていただければと思います。ちいさん、お風呂に入って1時間くらい寝るといいらしいです。へー、やっぱお風呂大事なんだね。体の温度をさ調整することが大事らしい。めっちゃ寒い時期も過ぎたから、もう少し寝起きもしやすくなるかな。期待して今夜も眠りにつきたいと思います。皆さんも、春は明けもの、ようよう白くなりゆく山際、なんやかんやございますけれども眠たい春を、目をこすりながら楽しく過ごしていただければと思います。また次お会いするのも生配信かな。劇場でお会いできるのはトランスミッションになりますので、それまではまた何回か生配信やれるかなと思います。
またお話聞いてください。そして皆さんの話も聞かせてください。お手紙や生配信のコメント X のリプライなどなど、DM もか、何でも結構ですので、皆さんのお声を聞かせてくれるのを待っております。ということで、今日はここまでにいたしましょう。またお会いできるのを楽しみにしてます。今日も配信ありがとうございました。おやすみなさーい。今年度もよろしくねー。